はい、メールドットコムです。今日はですね、結構前なんですけど、プリンセスカラーズさんというね、ネイルショップさんの方からちょっといろいろパウダーをいただきました。そちらを動画内で皆さんにご紹介しようと思ってたんですけれども、ね、すっかり忘れてて、ちょっと今から一気にやっていきたいと思います。まずは購入させていただいたものを紹介していきたいと思います。こちらホワイトシュガーパウダーっていう、こんな感じのパウダーになっています。で、正直ね、これね、夏すごくね、なんかアートに使えるかなって思って私購入したんですけど、すっかりやるの忘れてて、で、私今半袖着てるんですけど、季節はもはやもう秋通り越して冬に近いんじゃないのかなっていうような季節になってしまったんですけれども、こちら今日使っていきます。で、あとは、いただいたものですね。まずはこちらですね、こちら 5D ギャラクシーキャッツアイっていうね、マグネットのパウダーになってます。こちらを全部で3色いただきました。次はこちらです。こちら、オーロラパウダーですね。ブルーとピンクいただきました。これは多分普通にミラーパウダーとかユニコーンパウダーみたいな感じですりつけて使うタイプのものだと思います。で、最後ですね、最後はこちらですね、ボアグリッターっていうタイプのものになってます。なんかこれはなんか商品ページ見るとニットとかそういうことをやったりするのにもねすごくいいみたいなので、これはねちょっと冬っぽくて、なんか冬ネイルこれで作れたらいいななんて思っております。というわけでですね、本日は、7種類はない、これが1種類2種類3種類4種類の、パウダーを使っていろいろねちょっと楽しみながら遊びながら、まあ、どれがねいいとか悪いとかっていうお話皆さんと一緒にやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、まずやっていきます。これからやろうかな。このツヤオーロラピンクとブルーですね、これは多分普通にパウダーとしてすってあげればいいんじゃないのかなと。ちょっとね多分ね色味が伝わりやすいの白と黒だと思うので、まずこちら白ですね塗っていきます。黒塗っていきます。そしたら、このネイルチップにノンワイプトップつけていきます。まずはこちらのオーロラピンクからやっていきます。あ、これはなんか結構飛び散らないようになのか、容器に対して中身の量が少ないかも。で、こちらですね、これネイルタウンさんで購入することができるシリコンブラシのこっち側のこの形のものを使ってやっていきます。まずは白からやっていきます。待って、これめっちゃ綺麗かもしれない。待って、めっちゃ可愛い、わかります？めちゃめちゃ可愛いんだけど、なんか一気に白が上品な白になったって感じ。次は黒にやっていきます。なんかピンク感は黒にやるとないな。黒でやるとこんな感じですね。まあ、ピンクはいなくなりましたね。ピンク感はゼロ。はい、オーロラピンクで作ったものこんな感じになっております。このホワイトの方だと結構ピンク感っていうのなんか分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、ちょっと黒の方にやったらやっぱなんかちょっとカメレオンっぽい感じ。結構なんかこのこういうパウダー黒にやるとこんな感じの色になるなっていう感じの色になってしまいました。次はこちらのオーロラブルーですね、やっていきます。白にやってみるとこんな感じですね。ピンクと並べてみるとこんな感じです。結構わかりますよね。こっちちゃんとなんかちょっとほんわかのこの水色感が伝わるかなと思います。はい、黒にやったものこんな感じになっております。ピンクと比べてみるとなんかブルーの方がピンクがかっているというか、なんかちょっと黒にやると全くね、なんかブルーピンクみたいな感じになりますね。なので、このねオーロラパウダーはこれは淡い系のカラーにやってあげるとなんか本領をうまく発揮してくれて綺麗に見えるんじゃないのかなというふうに思います。続きましてこちらの 5D ギャラクシーキャッツアイですね。こちらローズとピンクとシルバーということで、3色いただきました。
ローズとピンクって何が違うんだろうと思ったんだけど、結構違いますね、色が。こっちがローズ、こっちがピンクです。なんかピンクちょっと紫っぽくも見える感じ。このパウダーはお使いのトップジェルと一緒に混ぜてくださいって書いてあったので、ちょっとね混ぜます。こちらのねパレットを用意しました。こちらのねウィズノエルさんのトップジェル、こちらと一緒にちょっと混ぜてみます。多分グリッター多めの方がいい感じになると思うんですよ。まずねこちらピンクですね、使っていきます。こんな感じですね中身。おーおー、飛ぶ飛ぶ。え、なんか混ぜたらシルバーになったぞ。まあ、これはピンクっていうことなんで、ちょっとね可愛らしい感じの色の方がいいかなということで、こちらですねセリアのライトピンクっていうから、こちら塗っていきます。まずはこれをちょっとムラなく塗ります。これシルバーだよね。はい、こんな感じで塗り終わりました。マグネットこんな感じのものを使ってたんですけれども、今回ですねプリンセスカラーズさんからマグネットもちょっと一緒にいただきました。こちらとこちらですね。こっちは、まあ、結構よく見るタイプのこんな形のマグネットで、これが私初めて見たんですけど、この丸型で多分ねここまで全部マグネットっぽい感じ。こうやってやるとここでもくっつくから、そうここまでマグネットなんですよね。これをねちょっといただきました。まあね、まずはちょっと普通にいつも通りのこれでやっていきたいと思います。動いてるの伝わりますかね。こんな感じですね。あ、めっちゃ可愛くないこれ。なんかちょっとピンク感が多分そんなに、こっちの方がちょっと暗い感じなので、このベースのピンクに少し負けちゃってて、ちょっとシルバーっぽく出ちゃってるんですけど、あでもこれめっちゃ可愛いですね。こっちミルキーピンクでちょっともう一回作ってみます。ベースのカラーによる違いはこんな感じです。なんかちょっとやっぱりシルバー感が少しあるというか、なんかほんわかピンクぐらいの感じなんですかね。皮膚にこう合わせてみると、まあ、ピンクっていうのがね少し分かりやすくなるかなというふうに思います。次はこちらローズです。なんかインスタグラムで見ててローズの方が私は割と好きかなっていうようなね気がしてるので、ちょっと楽しみ。ローズっていうかなんかレッドブラウンみたいな、なんかアイシャドウとかであったらめちゃめちゃ使いそうな感じの色が出てきました。あ、ちょっと待って、それはそんなに、そんなによ。ついちゃってる、あージェルついちゃってる。皆さん出すときはね本当慎重に出しましょう。こういうことになりかねませんのでね。こちらですねセリアのピンク2度塗りしてあります。なんか今度はなんかローズっていうかなんか本当レッドブラウン的な感じ。どうなの。感じですね。なんかローズ、やっぱりちょっとレッドブラウンっぽい感じの仕上がりかな。なんかローズっていうか、ちょっとなんか私的にはちょっと、ちょっと思ってたんと違う。これブラウン系の上に置いても良さそうだね。セリアジェルのベージュ並べて見てみるとこんな感じですね。まあ、ちょっとやっぱりピンクの上に置いた方がちょっとピンクっぽくは見えるけど、でもちょっとなんか私はレッドブラウンとかなんかちょっとブラウン要素があるような感じがしております。最後はシルバーですね。こちらグレーの上に塗っていきます。
なんかシルバーは結構何にでも合うイメージなんですよね、私の中で。でこのパウダーとジェルの分量なんですけど、それに関してはプリンセスカラズさんの方に書いてなくて、特になので、お好みで扱いやすいテクスチャーで大丈夫だと思います。ただ、もともとが固めのテクスチャーのものにこのパウダー混ぜてしまうと、結構少量のパウダーでもかなり固めに感じちゃうので、少しこうゆるっとしてる、トップジェルに混ぜるのがいいと思います。こんな感じです。はい、出来上がったもの見てみるとこんな感じですね。私的にはこのピンクがなんか一番いいんじゃねっていう感じがしております。裏側見てもらうとこっちが濃いピンクなんですけど、なんか並べてみると、あ、濃いピンクの方がなんかいい感じじゃないっていう風に思います。斜めに線を入れたり丸っぽく線を入れたり、いろいろな、ね、使い方がありますので、そちらもね、もしよければね、ぜひ参考にしていただければなという風に思います。これはでもめっちゃいい。こちらクリアボアグリッターということで、クリアボアグリッターって何なのっていう方が絶対いると思うんですよ。私もクリアボアグリッターって何なのっていう、このなんかこのクリアボアグリッターっていう言葉を言いたいだけっていう説がね、私の中ではあるぐらい、クリアボアグリッターって何なのっていうところにいる方たくさんいると思います。ネイルチップの上にアートをして、その上からこれを振りかけたりとか、あとはワンカラーでこれを振りかけたりとか、するだけでこうちょっとモコモコとしたような感じに仕上がるっていうものが、このクリアボアグリッターっていうものになっております。このホワイトシュガーパウダーとクリアボアグリッター、多分ね、使い方的にはね同じ感じだと思うので、ちょっとね、どっちも一気にやっていきたいと思います。セリアジェルのネイビー、使っていく筆はこちらネイル工房さんで購入した、匠筆の 7mm ですね、こちら使用していきます。まずね、カラーを塗って硬化することができたら、どんな感じでそのものを描きたいのかっていうのをベースに描いてあげちゃってもいいんですけど、めんどくさいので、このまんま、ノンワイプトップですね、塗っていきます。ノンワイプ塗ったらライトに入れて硬化します。使っていくジェルは、私は今回これ使いたいなと思います。ウィズノイルさんのクリームアートジェルですね。これね、ちょっとモコモコっとした感じのアートが描けるんですよ。なのでこちらを使っていきます。これプチプラさんで以前購入したアイシングカラージェルっていうやつなんですけど、こういうのでも全然いいと思います。別で新しいやつを買わなくても、白だったら基本何でも大丈夫だと思います。なので、こっからですね、ここに雪の結晶を描いていきます。ちょっとモコモコっとさせたい場合は、少し線はやっぱり太い方がいいです。なので、少し太めの線で描いていきます。描き終わったらクリアボアグリッドのちょっと上でやりたいな。せっかくね、なんかいらないものは戻る方式で、で、このまんまここにかけます。パサーって、で落とす、余分なのは落とす、またかける、で余分なのは落とす。はい、こんな感じでかけました。そしたらライトに入れて硬化します。完成したら、こちら、残った余分なお粉をこうパッパッパッてパッパッパッてやります。そうするとこんな感じですね。わかるかな、これ映像で伝わる。もうちょっともっこりさせてもよかったかなっていう感じなんですけど、ちょっとラメ入ったの伝わりますかね。ここの上にクリアボアグリッターを塗って硬化させたことによって、ここの表面少しザラザラする感覚と、少し中にラメが入った感覚になりました。商品ページにあったんですけど、ニットネイルとかでやってあげてもめちゃめちゃ可愛いと思います。ではでは、同じような感じでホワイトシュガーパウダーもやっていきたいと思います。私的にはこのホワイトシュガーパウダーの方がかなりキラキラ感があるので、ちょっとこっちにね、割と期待はしている。
はい、できた。こちらのねホワイトシュガーパウダー、容器が結構ちっちゃいので、さっきのねクリアボーグリッターにみたいにできないので、こちらの三角トレイですね。でもこんな感じでここの中に置いて、で振りかけます。あ、絶対可愛いじゃん。いっぱいつきすぎちゃったんですけど、この状態でライトに入れます。ブラシを使って余分なものを落とす。待って、なんか周りにちょっと残っちゃってるな。何、クリアボアグリッターと違ってちょっとこういうところにこう、分かりますよね、こうちょっとなんか他のところに結構チラチラがねついちゃってるんだよね。仕上がり的にはこんな感じですね。こっちがクリアボアグリッター、こっちがホワイトシュガーパウダーで作ったもの。なんか私的にはこう表面のキラキラした感じがホワイトシュガーパウダーの方が好きなんですけど、周りについているものを考えるとこのクリアボアグリッターの方がいいなっていう風に思っています。いや、もしねちょっとね、誰かこの、周りにつくのがなんでなっちゃうのかとか分かる方いたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいな。お願いします。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。いろいろちょっと動画外でも使用してみたりとかしたんですけれども、やっぱりねちょっとホワイトシュガーパウダー、ラメの感じは私すっごく可愛いなって思ってすごく好きなんですけれども、なかなか多分周りにつくっていうのがちょっとうーんと思っていて、まあ、そこの部分が少しこうなんだろう、残念だったかなっていう感じはしております。今回ねプリンセスカラーズさんからいろいろなパウダーいただいたり、あとは購入したもの、ご紹介し忘れていたもの、紹介させていただいたんですけれども、私的に、今回使ったアイテムの中でなぜか私が一押しでちょっと一番最後まで取っておいたホワイトシュガーパウダー、あれがちょっと一番なかったかななんていうふうに思っております。私が今回一番買いたいなって思ったものはこちらの 5D マグネットジェルでございました。非常にこう動きやすいっていう部分が私の中では印象的でして、なんか本当にいろいろこう遊べるすごい素晴らしいアイテムなんじゃないのかなっていうふうに思いました。今回使用させていただきました商品ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。